か大きくなってるんですね。なりましたよ。大きくなってから植えるんですね。うん、普通これがまあ普通です、うん、普通ですか。こんなところへんの名所ついてるんで、つぼみを自分の方に向けて植えるのにはちょっと苦労したんですけれども、今やってると、慣れてきて楽しくなってきました。倒れそうになったんですよ。でもなんかみんな頑張ってるから、うちもなんか元気もらって。ライまで全部できました。このままあの支柱に結びつけて、最終的には、まあ、2メートル3メートルいくので、そこを支柱を越えて下に落として、まあ、斜めにこう進んでるんですけど、今年の天気はまだ分かりないんですけど、梅雨がね来ればいいです。まあ、梅雨が来ると今度ジメジメするじゃないですか。そうするとハウス内結構湿気が溜まって、どうしても病気の方心配です。トマトの生育もそうですけど、これからはどっちかといえば人間に合わせ、自分らに合わせるつもりはトマトに合わせる生活するしかないので、